ニコン VS シグマ100-400mmAF 追従対決。今回使用した機材は JPEG で連続200コマ撮影できるニコン Z7II にシグマの F マウント用ズームライトバズーカ100-400mmF5.6.3 とニコンの超望遠ズームレンズニコール Z100-400mmF4.5-5.6VRS です。それでは Let's get started。 長チャンネル。近づいてくる電車と遠ざかっていく電車を連写して何コマピントが合っているかを比べます。 AF エリアモードはワイドエリア AF L を使用しました。はじめはニコン純正望遠ズーム Z100-400mm です。下り電車を連写しました。近づいてくる電車のすべてのコマにピントが合いました。遠ざかっていく電車では銀色の車体からクリーム色の部分に切り替わるときに2コマピントが外れました。上り電車を連写しました。近づいてくる電車のすべてのコマにピントが合いました。遠ざかっていく電車にもすべてのコマにピントが合いました。長チャンネル。次にシグマのライトバズーカ100-400mmです。F マウント用レンズなので FTZ で接続しています。下り電車を連写しました。近づいてくる電車のすべてのコマにピントが合いました。遠ざかっていく電車では銀色の車体からクリーム色の部分に切り替わるときに2コマピントが外れました。この挙動は純正レンズとほぼ同じです。上り電車を連写しました。
近づいてくる電車のすべてのコマにピントが合いました。遠ざかっていく電車では初めの食いつきは良かったのですが、後半電車からピントが外れて線路にピントが置かれてしまいました。ニコン純正100-400mmが2コマとはいえピントを外したのは残念です。 Z6 と Z7200mm の組み合わせではピントを外すことはなかったので、ボディ側の問題なのか検証が必要だと思いました。シグマの100-400mmは条件によっては外すこともありますが、純正と同等の AF 性能があります。驚くべきコストパフォーマンスだと思いました。次回はボディを Z6 に変えて、遠ざかっていく下り電車で2コマピントが外れるかをテストしてみたいと思います。ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。